はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。アメリカの ISW は次のように指摘分析しております。原文が英語でありましたので、僕の方で和訳、要約させていただきました。ご了承ください。ロシア軍は南部ザポリージャ州の陣地から部隊を撤退させ始めた。ISW は現在これらの部隊の目的地を確認できないが、損傷した部隊を後方地域に展開させるか、ヘルソン州北西部のロシア軍の防衛強化のために再配置するか、いずれかの可能性が高い。ザポリージャ州軍事管理局長のオレクサンドル・スタルク氏は、ロシア軍がメリトポリとザポリージャ市の南約 45km にあるバシリフカの一部からヘルソン市の方向に移動していると報告した。 ISW は以前、ロシア軍が5月下旬から南部ザポリージャ州のバシリフカとメリトポリに人員と古い T-62 戦車を集めていると報告した。ロシア軍はヘルソン州でのウクライナの反撃から占領地を守るためにこれらの軍隊を投入することができた。さらに6月7日にザポリージャ州でロシア軍は3つの最前線の集落で衝突に巻き込まれたが、攻撃的な作戦を開始しなかった。ロシア軍は6月7日ヘルソン州のインフレチ川の西側、現在はウクライナが奪還占領下の川岸を、ロシア軍の有利な情勢を取り戻そうとしました。またウクライナ軍参謀本部は、ロシア軍がヘルソンとミコラーユ州の東部州境でロゾベとビラ・クリニツィアに対して反撃を行ったが、ロシア軍による前進はなかったと報告した。また伝えられるところによると、ウクライナ軍はヘルソン州にあるロシア軍駐留地域とミコラーユ州にあるロシア軍の弾薬庫に対して空爆を行った。このように分析報告されております。この ISW の分析で重要な点は2つあると思います。1点目は、ロシア軍はウクライナ南部ザポリージャ州の陣地から部隊を撤退させ始めたこと。これはですね、ザポリージャ州全体からロシア軍が撤退しているということではなくて、ザポリージャ州の一部陣地から部隊を撤退させ始めているという認識であるということだと思います。そして2点目は、ヘルソン州のインフレチ川の西側を、これは現状の地図を見ますとインフレチ川の北西側の一部だと思われますが、ウクライナ軍が奪還しているとの分析が報告されていること、そしてロシア軍がウクライナのミコラーユ州に置いている弾薬庫などにそのウクライナ軍が空爆を行っていること、この2点を見てまいりますと、ウクライナ軍は南部ヘルソン地域においてかなり反転攻勢に出ているということが見えてくると思います。ロシア軍としてはウクライナ南部ザポリージャ州の陣地から部隊を一時撤退させ、ヘルソンに援軍を回さなければならない状況になったと見るのが自然だと思います。これはロシア軍の今後の戦略に大きな影響を及ぼす可能性があります。もともとロシア軍はウクライナ南部ザポリージャ州から北東に前進し、さらにウクライナ東部ルハンシク州から西に進軍してくるロシア軍とともに、ウクライナ東部最大の要衝スラビャンスクを挟み撃ちにする計画であったとされています。しかしロシア軍がザポリージャ州から撤退を始めたということは、ロシア軍のスラビャンスクを挟み撃ちにする計画というのは頓挫した可能性が高いと思います。ただ他方ですね、このスラビャンスクの情勢についてはウクライナ側もかなりの警戒感を示しています。ウクライナ軍参謀本部は8日、ロシア軍が東部ドンバス地方のドネツク州スラビャンスクに対する攻撃を準備していると分析した。事実上の州都クラマトルスクに隣接しており、すでに空爆が行われたという。ドンバス地方のルガンスク州全域を制圧次第さらなる攻撃に移るとみられ、警戒が強まっている。ロシア軍が制圧を狙う東部ドネツク州の主要都市スラビャンスクの状況について、ウクライナのアレストビッチ大統領府長官顧問は6日、ロシア軍が大軍を集中させつつあり、全ての撃退は困難だとし、1週間以内に包囲されその後陥落する可能性があるとの見通しを示した。このように報道されております。で、この報道の中で注目すべきはですね、ウクライナのアレストビッチ大統領府長官顧問がスラビャンスクがですね、1週間以内に包囲されその後陥落する可能性があると言及しているところだと思います。1週間以内に包囲されというのはどうなんですかね。スラビャンスクというのは地形的に見ますと、ある程度ウクライナ軍側が援軍を送りやすい地点にもあると思いますので、包囲されるということへの懸念、そしてその後ですね、陥落するということへの懸念、こうしたことへの警戒ということは現状ウクライナ政府ウクライナ軍側の中で高まっているということであると思います。
まあ、ただこのスラビャンスクをめぐる攻防というのが始まりますと、これはですね、今までのウクライナ情勢の中でも最も激しい攻防になることが予想されます。まあ、この辺はですね、今後の情勢を見守っていくしかないということだと思いますが、まあ、6月中旬を過ぎますと西側諸国からの武器なども、まあ、すでにですね、届き始めているということもあると思いますので、まあ、スラビャンスクをめぐる攻防というのは長期化する可能性もあるのではないかと思います。まあ、首都キーウなどの事例を考えてみますと、キーウの場合はキーウの市街地中心部から約15キロぐらいまでロシア軍に迫られたというところから、ウクライナ軍がロシア軍を撃退したという経緯もありましたので、まあ、そうしたこともいろいろ考えてですね、このスラビャンスクの情勢というのは楽観視はできないと思いますが、必ずしもウクライナ側が不利であると決めてみるのも時期尚早だと思います。ここはですね、最大の要衝ということになってまいりますので、今後一つ大きなポイントになってくると思います。こうした中、ゼレンスキー政権も難しい判断を迫られています。ウクライナ東部ルガンスク州のセルヒー・ハイダイ知事は8日、同州の要衝セベロドネツクをめぐる激しい攻防の末、ロシア軍が同市の大部分を制圧したことを明らかにした。同市と川を挟んで対岸に位置するリシチャンスクはウクライナ軍の完全支配下にあるものの、セベロドネツクからウクライナ軍が撤退を強いられる可能性があると述べた。東部要衝、最終判断迫る、ウクライナ退却か交戦か。ロシア軍との激戦が続くウクライナ東部の要衝ルガンスク州セベロドネツクについて、ウクライナ軍は退却か交戦かの最終判断を迫られつつある。このように報道されております。で、このチャンネルでは何度もお伝えしてまいりましたが、ウクライナ東部情勢、ドンバス地方の情勢を決定づける可能性が高いのは、ウクライナ東部最大の要衝スラビャンスクをめぐる情勢でありまして、純粋に軍事的な視点からだけで申し上げますと、ウクライナ軍はここで一度セベロドネツクから戦略的撤退をして、スラビャンスクで防衛線を強化することが重要であると思います。僕はですね、5月23日の動画の10分34秒の箇所で次のように申し上げました。ウクライナ軍はルハンシク州やセベロドネツクの攻防においては、ウクライナ軍はある程度のところまでロシア軍と交戦した後、一度退避し、アメリカや NATO などからの軍事支援物資が届き、戦力化される6月以降湿地回復を行っていく作戦に出る可能性があると申し上げました。そして5月29日の動画でも、軍事的観点だけから見た場合、ウクライナ軍はセベロドネツクからの戦略的撤退を行う局面に来ている可能性があるということをお伝えしました。ただですね、ウクライナ軍は5月23日前後から、さらに申し上げますと、ロシア軍によりますセベロドネツクへの都市攻撃、直接の地上攻撃が始まったのは5月27日でありましたが、そこから約2週間ほどセベロドネツクで粘ったことになります。で、このウクライナ政府の判断がですね、今後ウクライナ東部最大の要衝スラビャンスクをめぐる情勢にどのように作用してくるのかというのはまだ分かりません。ただ戦略的撤退というのはすぐにですね、できるものではないということがあります。この撤退作戦というのは、皆様もご存知のように軍事作戦の中でも非常に難しいものでありますので、ウクライナ政府が、まあ、時間をかけつつもですね、戦略的撤退を計画的に行っている可能性もあるとは思います。他方ゼレンスキー政権としては、戦略的撤退といってもですね、やはりセベロドネツクに残るウクライナ国民の方々を置いていくことはできないという思いの中、まあ、非常に厳しい難しい判断をしているものと思われます。ただウクライナ軍の主力はセベロドネツクからスラビャンスクの方面にすでに移っているとの情報も一部ありまして、まあ、これはまだよくわからないんですが、まあ、その主力のすべてがセベロドネツクにいるということではないということのようです。問題なのは、ウクライナ軍に2つしかないとされる戦車旅団、このウクライナ軍の戦車旅団というのは、1つの戦車旅団で戦車約120台とその戦車を護衛したり援助したりする車両部隊、まあ、こうしたことで構成されていると言われておりまして、その2つのうち1つがですね、セベロドネツク近郊あたりやポパスナあたりにいるのではないかとされまして、もしウクライナ軍がこの戦車旅団を失うということがありますと、今後のウクライナ東部の情勢に大きく影響してくると言われておりまして、ウクライナ軍としてはそうした事態は避けなければならないということは軍事専門家から指摘が出ております。ウクライナ情勢は今日が勝負。ロシア政治が専門の筑波学院大学
中村逸郎教授が6月8日日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかに出演。今後のウクライナ情勢の見通しについて今日が勝負と述べた。これに関して辛坊氏は、昨日ロシアのショイグ国防相が激しい戦闘が続くウクライナ東部のルハンスク州について 97% を解放したと述べたことに言及。この発言がこの辺で勘弁してやるという準備段階の発言かなと思ったとし、中村氏もロシアはもう今精一杯東部ルハンスク州を取っておいて、これを維持するのにひとまず停戦交渉と述べ、今の最前線を新たな国境線とする思惑がロシアにあると指摘した。中村氏はそのロシアの思惑をウクライナ側が受け入れるかが停戦合意に至るかの肝になると語り、その鍵を握るのがアメリカがウクライナに供与した高機動ロケット砲システムハイマースだとした。ウクライナ兵がハイマースを使用できるようになるまで2週間から3週間の訓練期間が必要だとし、ウクライナとしてもその時間稼ぎのための停戦が必要だと推察。一旦停戦合意した上で戦闘準備が整ったところで再び領土を取り戻す反転攻勢に出るだろうとの見立てを語った。このように報道されております。で、現状ですね、ウクライナ軍もロシア軍も双方とも一旦、休みと言いますかね、そうしたことが必要な情勢であることは確かでありまして、今後一時的な停戦交渉合意という流れはあり得るかもしれません。しかしロシア軍は過去の事例からもそうであったように停戦交渉中も攻撃を続けるということがありましたので、西側諸国は引き続きウクライナへの支援を続けるということが非常に重要であります。またこの停戦交渉というのがもし始まったとしても、ウクライナ側が譲歩するような内容になってはダメだということだと思います。ロシアプーチン政権は今後もし停戦合意ということがあったとしても、再度ウクライナのザポリージャ州や南部オデーサなどへ侵攻してくるとの見方が大勢でありまして、ウクライナ軍としてもそうした事態を想定し見据え備える必要があると思います。ですので停戦交渉で一時的に停戦し、ウクライナがドイツの防空システムやアメリカのハイマースなどの配備を進め、さらにウクライナ軍の再編成補強などをし体制を整えるということもあり得るかもしれません。こうした情勢はですね、今非常に流動的でありまして、注目していく必要があると思います。ウクライナに平和を取り戻し、国際社会の平和を守るためにも西側諸国の団結が重要であると思います。ウクライナ情勢は現状一つの山場と直面しているように見えると思います。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。